マリサ、ガレージを掃除していたらこんな可愛いステッカーが出てきたんだけど何のキャラクターか知ってる？おう、懐かしいサニーちゃん。サニーちゃん、何それ？日産サニーのキャラクターだ。ぬいぐるみとか色々グッズもあって当時は結構人気だったんだぞ。懐かしい。本当だ、レーシングサニーのゼッケンに貼ってあるけど、懐かしいってマリサ、あなたは一体いくつなの？うるさい、今日は第2ラウンドに突入するぞ。何よ、いきなり第2ラウンドって？1966年から始まった CS 戦争は知ってるよな。 C はカローラ、S はサニーよね。4年後の70年に2台が揃ってフルモデルチェンジし2台目に突入したんだ。ちなみに初代 CS 戦争はどっちが勝ったの？生産台数で比較すればカローラが77万台、サニーが45万台でカローラの勝ちだ。そして70年1月に日産は2代目ダットサンサニーを発売、トヨタは70年5月に2代目カローラを発売する。本当にバチバチね。今回はサニーの歴史の中で一番かっこよく輝いていた2代目 B110 サニーをゆっくり解説していきます。そんなこと言っていいの？310サニーファンに怒られるわよ。サイドダシマフラーいい音しそうね、マジで。かっけー。ごめんなさい。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。70年代を迎え各メーカーは豊かさをテーマに車の開発を行う。日産も簡素だった初代の反省から新型サニーのボディサイズは大きくなる。室内も同クラス最大の広さで巻き返しを図り、隣の車が小さく見えますのキャッチコピーでサニーは登場する。隣の車ってカローラのことでしょ？本当にバチバチね。ボディは2ドアセダン、4ドアセダン、2ドアクーペ、ライト版の4種類。初代サニーは軽量、簡素だったため装備が充実していたカローラに。販売台数で差をつけられた反省から2代目は大きく豪華さを追求する。エンジンは初代の 1000cc から 1200cc に排気量を大きくした。名機 AH2 型を搭載。1200cc 4気筒ターンフロー OHV で初期型は68馬力を絞り出した。アルミ製シリンダーヘッドに5ベアリングクランクを採用しているのよね。普通 OHV は高回転は苦手なんだけど、この AH2 型は高回転までよく回ったんでしょ。カムシャフトの取り付け位置を上部に持ってきて、プッシュロッドを短く軽くして高回転まで回るエンジンにしているんだ。A 型エンジンのルーツは1952年に提携していたオースティンのエンジンがルーツと言われている。全長3825全幅1515全高1350ホイールベース2300車両重量735キロ、サスペンション前初代はウィッシュボーンリーフだったが双安性向上のため2代目はマクファーソンストラットコイルに変更、後ろリーフリジット。タイヤ 6.00124PR、ブレーキ前ディスク、後ろリーディングトレーリング、4速 MT で最高速度は150キロ。発売から3ヶ月後の4月に SU 型ツインキャブを搭載し、83馬力にパワーアップした GX を発売、最高速度は160キロ、04は 16.7 秒。ごく普通のフロントマスクなのにこのかっこよさは何なの？さらに71年4月にサニーをベースに全長を17センチ長く、ホイールベースを4センチ延長した上級車サニーエクセレントを発売。エンジンは510ブルーバードに搭載していた SU 型ツインキャブ直 4OHCL14 型95馬力を搭載。カローラ対策としてきめ細やかなラインナップね。で、売れたの？ライバルは身内にいたんだ。ブルーバードとほぼ同じ価格帯となりともぐいに、ライバルカローラは5速 MT で武装し影が薄かった。だが73年 1400cc エンジンを 1600cc までアップし、さらに4バルブ DOHC か CECGI 電子制御燃料噴射装置で武装した LZ14 型。200馬力オーバーを搭載したサニーエクセレントクーペ車1715キロは T 製クラスで優勝する。ドライバーは北野本さん。このフロントカウルじゃ原型をとどめてませんけど。実はこのエクセレントにはもう1台どでかい隠し玉があったんだが、オイルショックが原因でお流れになってしまう。何よ？どでかい隠し玉って？2つのおむすび、その件は後ほど。72年8月、5速 MT を装備した 1200GX5 を発売、ツインキャブ83馬力はそのままだったが6000回転まで軽快に。吹け上がるエンジンと710キロの軽量ボディ、FR、価格63万円の値頃な価格と AH2 エンジンをチューニングした時のポテンシャルの高さが評判となり、街道レーサーたちに大人気となる。が、対カローラとの販売競争では初代以上の大差をつけられて大敗してしまう。
サニー以上にカローラは 1600cc までのワイドバリエーションで立ち打ちができなかったのね。焦った日産上層部はモデルサイクルを1年前倒しし、3年でフルモデルチェンジを敢行する。73年5月3代目となる B210 サニーがさらに大きく重く超個性的になってデビュー。名車と呼ばれる B110 の販売期間はわずか3年4ヶ月だけ、この短い期間で名車と呼ばれるようになったの？いや、その後も B110 は大活躍する、サーキットで、大気汚染、暴走族、オイルショックなど、モータースポーツに対する風当たりが強かった70年代のレースシーンを底辺から支えてくれていたのは間違いなくサニーだった。1970年11月に富士スピード AGC シリーズの前座として TS ツーリングカーレースに彗星のごとく現れ、デビュー戦でいきなり優勝をかっさらい、その後、公認が切れるまで活躍し、さらに、ユーザーからの懇願で82年まで延長され第一線で活躍する。それくらい人気があった車だ。TS ツーリングカーレースってどんなレースだったの？日本のモータースポーツの歴史を紐解くと、1963年鈴鹿サーキットで開催された第1回日本グランプリが本格的な日本のモータースポーツの幕開けとなる。最初は市販車ベースのレースだったが、その後、より速さを求めプロトタイプレーシングカーが主役を務めるようになる。トヨタと日産はメーカーのプライドをかけ年々過激なまでに進化する。トヨタセブンは V8 5000cc ターボで800馬力オーバー、日産 R383 は V12 6000cc ツインターボで900馬力オーバー。70年代のレーシングカーの安全対策なんてほとんどされてなかった状態で900馬力って狂気の沙汰、人が乗る乗り物ではないわね。実際死亡事故も起きているし。70年に日産は公害と安全対策を理由に撤退、トヨタもドライバーの死亡事故によりレース活動を凍結する。結局自分で自分の首を絞める結果になったのね。これによりそれまで熱かった日本のモータースポーツ人気は一気に下降していくのよ。これまではメーカー主体だったレースが、それ以後は F2000、F2、GC グランドチャンピオンカーなどレーシングコンストラクター主体のレースが開催されるようになり、富士スピードウェイで開催されていた GC シリーズの前座レースとして組み込まれていたのが、市販車を改造した TS ツーリングカースペシャル、ツーリングカーレース。1300cc を境とし、上をスーパーツーリングカー、下をマイナーツーリングカーとに分けられる。マイナーツーリングカークラスの参加車両はカローラパブリカスターレットサニーチェリーシビックホンダ1300など。自分が乗ってる車や街中で見かける車が、目の前を爆音を上げてバトルするレースだから応援する方も力が入るわよね。60年代後半の頃は 2K エンジンの初代カローラパブリカが優勢だったが、70年11月に B110 サニーがデビューインを飾ると、その後形勢逆転、80% B110 サニーが占めることに。そのデビューインを飾ったのは日産大森ワークス所属の、マシンを作れるドライバー鈴木誠一氏。その頃の日産は大森ワークスが FF チェリーでワークス活動を行い、FR サニーはプライベーターに委ねられた。この勝利により日産もサニーのパーツを開発供給し始め、他のプライベーターたちもサニーで参戦するようになる。TS 仕様のサニーは直四 OHV1300cc 1万回転で170馬力を絞り出していた。するとトヨタは大人げない行動に出る。73年の最終戦にパブリカスターレットにトヨタとヤマハが共同開発したワークスチューンの 1300cc 4バルブ DOHC の137E 型、別名 3KR 190馬力から210馬力を搭載して参戦してきた。プライベータの中にワークスが入ってきたらダメでしょ。予選タイムでは約4秒もサニーをちぎり、これは2クラス上のハコスカ GTR と同等のとんでもないタイムを叩き出した。決勝ではクルージングしながら余裕のチェッカーで、ワンツーフィニッシュ。一周4秒ってレースにならないわね。その後、オイルショックによりトヨタワークスは撤退。結局ワークススターレットはその一戦のみの参戦で姿を消す、が。2年後の75年に桑原、トムスの有力トヨタ系プライベーターにワークススターレットが託され復帰参戦を開始する。戦闘力の差は大きく75年76、78とシリーズチャンピオンに輝いた。同じ 1300cc とはいえ、サニーは OHV2 バルブに対してスターレットは DOHC4 バルブっておかしくない？しかも市販されてないシリンダーヘッドでしょ？ルールで公認パーツとして OK だったんだ。そこに、FF で軽量なホンダシビックも参戦を開始する。役者が揃ったわね。だがそんな最強スターレットにも弱点があった。車重が重く、耐久性が低かったんだ。
そしてプライベートサニーゼイも巻き返しに出る。土屋エンジニアリングはキャブからインジェクションに変更、さらに土屋氏はスターレットが最終コーナーを全開で回れないことに気づき、もしサニーが全開で行けたら、ついていけるかもしれないと考え足回りに注目する。サニーはカーブで一様に前のめりになり不安定な挙動が出ることに気づき、コーナーリング中の前後のロール軸を水平に保てるよう手を加える。さらにサニー勢はサニー軍団を組み富士の長いストレートをお互いスリップストリーム合戦でスターレットに食らいついていく。そしてラスト2周からが本当のレースとなるんだ。駆け引きね、ラスト2周で畳みかけてくる、まるで競輪の世界だわ。最終ラップの1コーナーでどうやって頭を取るか、このクラスでしか見られないクロート好みのレースがファンに受け人気となる。そしてサニーは71年から74、77、79、80、82年とチャンピオンに輝き、数々のプロドライバーたちを輩出した。オイルショックや排気ガス規制でワークス不在となったモータースポーツ界を支えてくれていたんだね。実はこのマイナーツーリングカーレースは現在でも脈々と引き継がれ今でも大いに盛り上がっているんだ。この令和の時代に昭和のレースが？筑波サーキットで行われるヒストリックカーレースなんだが細かくクラス分けされていて、エキスパートクラスは毎回熱いガチンコバトルが展開される。この時は筑波サーキットが昭和に逆戻りするのね。モータースポーツが文化として根付いている証拠だわ。ヒストリックカー好きの私としてはぜひ観戦したい。二代目サニーといえばもう一つ、1972年のモーターショーに日産は一台のプロトタイプを出品する。その社名は日産ロータリー。サニーエクセレントのボディ220馬力のペリフェラル型2ローター 1000cc ロータリーエンジンを搭載していた。これが噂の幻の日産ロータリーね。発売は約1年後とし、メディア向けの試乗会も実施され、2代目シルビアに搭載し開発は進められていたが、翌73年のオイルショックにより急転、ロータリーイコールガソリン大食いとなり10年をかけて開発していたにもかかわらず、あっさりと開発は中止となってしまう。もし、シルビアロータリーが発売されていたらファンとしては面白かったのに残念だわ。いや、この時の日産の判断は珍しく正しかった。またサニーといえば B120 サニートラックも有名。サニートラックは初代モデルから発売されていたが、乗用車の2代目 B110 サニーが3代目 B210 にフルモデルチェンジした後も、2代目 B120 サニートラックはマイナーチェンジを繰り返しながら、日本国内では1994年3月まで24年間、海外用は2008年9月まで37年間にわたり愛され続けたんだ。3代目サニーの版は販売されていたけどピックアップトラックの設定はなかったのよね。2代目 B120 型で継続販売したのは大正解だと思うわ。サニートラックは83年のサファリラリーに功績がないため2シーターのグループ B クラスで参戦、強豪相手に総合9位でフィニッシュしているのは有名な話だ。やるわね、サニトラ。中古車情報サイトで2代目サニーを検索してみたところわずか2台にヒット。2023年11月現在、すでに絶滅危惧種になっておりました。しかし、1台は GX5 クーペ、もう1台は2ドアクーペでどちらも渋い。面白いのは古い初代が10台掲載されているのに2代目は2台だけ。それだけ B110 が人気のある証拠。そして気になる販売価格はどちらも約500万円。当時の販売価格は63万円。物価の差があるとはいえなかなかの価格。名車 B110 サニーの人気の高さが伺えます。そして、サニートラックも見てみました。こちらは約80台と玉数は豊富で総支払い額で約80万円から約260万円と B110 と比較したら大分お買い得。分回る OHV、名機 AH2 エンジンと FR も体験でき、現行軽42シーターに乗るよりも断然面白さは上だと思います。オートマの軽トラに乗ってるシニアの方もサニトラならミサイルにもならず、ボケ防止にもなります。日産が輝いていた頃の昭和の名車 B110、B120 サニーに興味のある方はぜひ覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。